サマンサ、この赤いカバンなんかどう？サマンサ、この赤いカバンなんかどう？たまにはこんな色を買ってみるとかは？たまにはこんな色を買ってみるとかは？ ああ、いいね。ああ、いいね。すごくきれいな色だし、大きさもちょうどよさそう。すごくきれいな色だし、大きさもちょうどよさそう。 これ、買ってみようかな。これ、買ってみようかな。この赤いカバンと、さっきの黒いカバンと、どっちがいいと思うこの赤いカバンと、さっきの黒いカバンと、どっちがいいと思う うーんどっちかって言えばこの赤いカバンかなうーんどっちかって言えばこの赤いカバンかなあのすみません。 あのー、すみません。はい、いらっしゃいませ。何かお探しでしょうか。はい、いらっしゃいませ。何かお探しでしょうか。 ストレッチのジーンズを探しているんですがストレッチのジーンズを探しているんですがストレッチのジーンズですねではご案内いたしますストレッチのジーンズですね ではご案内いたします。こちらでございます。こちらでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。 えーと、こちらのお店は大きいサイズはありますかえーと、こちらのお店は大きいサイズはありますか大きいサイズですと、普段は何サイズをご利用ですか 大きいサイズですと、普段は何サイズをご利用ですかそうですね。L か LL なんですが。そうですね。L か LL なんですが。 かしこまりました。かしこまりました。当店は S から XL までご用意がございますので、お決まりになりましたらお声掛けください。当店は S から XL までご用意がございますので、 お決まりになりましたらお声掛けください。棚にサイズがないものも在庫があればお持ちいたします。棚にサイズがないものも在庫があればお持ちいたします。 ご試着も可能です。ご試着も可能です。あと、これは LL サイズの在庫はありますかあと、これは LL サイズの在庫はありますか こちらですね。お探しいたします。こちらですね。お探しいたします。少々お待ちください。少々お待ちください。 えーと、申し訳ございません。えーと、申し訳ございません。こちらは LL サイズは人気商品でして、こちらは LL サイズは人気商品でして、 あいにく売り切れのようで、入荷待ちとなっておりまして、申し訳ございません。あいにく売り切れのようで、入荷待ちとなっておりまして、申し訳ございません。ああ、そうなんですか。 ああ、そうなんですか。いつ入りますかいつ入りますかそうですね。来週頭には入荷する予定です。 そうですね。来週頭には入荷する予定です。では、その頃また寄ります。では、その頃また寄ります。とりあえず、これとこれを試着してみます。 とりあえず、これとこれを試着してみます。かしこまりました。かしこまりました。では、そちらのご試着室をご利用ください。では、そちらのご試着室をご利用ください。 お召しになりましたら、よろしければお声掛けくださいね。お召しになりましたら、よろしければお声掛けくださいね。はい。はい。あのー、すみません。あ。 もしかして渡辺あのー、すみません。あ、もしかして渡辺はい、いらっしゃいませって、ええー、サマンサじゃん。 はい、いらっしゃいませって、ええー、サマンサじゃん。渡辺、ここでバイトしてるんだ。渡辺、ここでバイトしてるんだ。 そそううななんんだだよ、そうなんだよ。先月入ったばっかでまだまだ新人なんだけど先月入ったばっかでまだまだ新人なんだけどうん。 それで何買いに来たの？うん、それで何買いに来たの？ちょっと京都に行くからかわいいパーカーでもと思って。 ちょっと京都に行くから、かわいいパーカーでもと思って。レディースのパーカーは、あの角のところにいっぱいあるよ。レディースのパーカーは、あの角のところにいっぱいあるよ。

今日は2着買うと1割引だからお得だよ。今日は2着買うと1割引だからお得だよ。イヤフォンが壊れちゃって。イヤフォンが壊れちゃって。

このピンクのなんかいいんじゃないこのピンクのなんかいいんじゃないうん、デザインは可愛いんだけど、値段がちょっと高くて。 うん、デザインは可愛いんだけど、値段がちょっと高くて。じゃあこれはじゃあこれは日本製だし、ワイヤレスだし、値段も安いよ。 日本製だし、ワイヤレスだし、値段も安いよ。あ、かわいい。あ、かわいい。でも、こっちはどうカラフルで、タイムセール中だって。 でも、こっちはどうカラフルでタイムセール中だって。うーん、それもよさそうだね。うーん、それもよさそうだね。 値段は変わらないけど、こっちとこっち、どっちがいいのかな値段は変わらないけど、こっちとこっち、どっちがいいのかな迷うな 迷うな。こっちはお店で一番人気があります、だって。こっちはお店で一番人気があります、だって。っっていいね。じゃあ、 このワイヤレスの方にしよう。いいね。じゃあ、このワイヤレスの方にしよう。<music> あれおかしいな。 あれおかしいな。スマホの画面がいきなり消えた。スマホの画面がいきなり消えた。 やだ、電源が全然入らなくなっちゃった。やだ、電源が全然入らなくなっちゃった。え、充電が切れたんじゃない え、充電が切れたんじゃないうーん、さっき充電したばかりなのに。うーん、さっき充電したばかりなのに。 もしかしたら、電池が壊れたかもしれないよ。もしかしたら、電池が壊れたかもしれないよ。えー、どうしよう。 ええー、どうしよう。どうしたらいいのどうしたらいいの大丈夫。大丈夫。 多分携帯ショップで交換できると思うよ。多分携帯ショップで交換できると思うよ。あの、すみません。あの、すみません。 スマホの充電器が壊れてしまったんですが、交換していただけませんかスマホの充電器が壊れてしまったんですが、交換していただけませんかかしこまりました。お調べいたします。 かしこまりました。お調べいたします。お客様は保険サービスにご加入されていますので、こちらを無料で交換させていただきます。お客様は保険サービスにご加入されていますので、 こちらを無料で交換させていただきます。ありがとうございます。助かりました。ありがとうございます。助かりました。 皆様、お弁当にお菓子、お飲み物などはいかがでしょうか皆様、お弁当にお菓子、お飲み物などはいかがでしょうか すみません。お弁当一つとコーヒーをください。すみません。お弁当一つとコーヒーをください。かしこまりました。 かしこまりました。コーヒーはホットとアイスがございますが、どちらになさいますかコーヒーはホットとアイスがございますが、どちらになさいますか アイスでお願いします。アイスでお願いします。アイスでご用意いたします。アイスでご用意いたします。 では、お客様のお会計は1230円でございます。では、お客様のお会計は1230円でございます。クレジットカードのご利用も可能です。 クレジットカードのご利用も可能ですじゃクレジットカードでじゃクレジットカードでいらっしゃいませ本日はパンの王様へようこそ すみません。本日はパンの王様へようこそ。ただいまクロワッサンが焼きたてです。どうぞお試しください。ただいまクロワッサンが焼きたてです。どうぞお試しください。また。 人気商品の柔らか食パンは今だけ30円引きの270円となっておりますまた人気商品の柔らか食パンは今だけ30円引きの270円となっておりますお安くなっておりますのでこちらもどうぞお試しください お安くなっておりますのでこちらもどうぞお試しくださいそして1000円以上購入のお客様は20%オフのクーポンがご利用いただけますそして1000円以上購入のお客様は20%オフのクーポンがご利用いただけます お持ちのお客様はお会計の時店員にお見せください。クーポンをお持ちのお客様はお会計の時店員にお見せください。皆さんおはようございます。 皆さん、おはようございます。モーニングニュースのキャスター、中山です。モーニングニュースのキャスター、中山です。本日お伝えするニュースは、こちらのスクリーンでご覧いただいている三点についてです。 本日お伝えするニュースは、こちらのスクリーンでご覧いただいている3点についてです。また、本日は特別ゲストとして、東京大学より日本の経済専門家の佐藤雄二教授にお越しいただきました。 また本日は特別ゲストとして東京大学より日本の経済専門家の佐藤雄二教授にお越しいただきました佐藤先生本日はよろしくお願いします佐藤先生本日はよろしくお願いします そして、ニュースの後半では、なんと現在人気の女優、坂下真由さんをお呼びしています。そして、ニュースの後半では、なんと現在人気の女優、坂下真由さんをお呼びしています。あの、すみません。あの、すみません。 今朝、こちらの駅で携帯電話を落としてしまって、携帯電話の忘れ物があるか確認していただけますか今朝、こちらの駅で携帯電話を落としてしまって、携帯電話の忘れ物があるか確認していただけますかでは、 確認のため何時頃だったか教えていただけますかでは、確認のため何時頃だったか教えていただけますかえっと、朝九時頃だったと思います。えっと、朝九時頃だったと思います。 9時頃ですと2件、携帯電話の忘れ物がございます。9時頃ですと2件、携帯電話の忘れ物がございます。携帯電話の色や形など、特徴を教えていただけますか。携帯電話の色や形など、 特徴を教えていただけますか。白い携帯です。白い携帯です。裏に星のシール貼ってあります。裏に星のシール貼ってあります。では確認してまいります。 では確認してまいります。お客様、こちらでしょうか。お客様、こちらでしょうか。それです、よかった。それです、よかった。 みんな、今日の会費は一人三千円です。みんな、今日の会費は一人三千円です。あの、ごめん、私、細かいお金がちょっと。 あの、ごめん私細かいお金がちょっと1万円しかないんだけど1万円しかないんだけど ああ、大丈夫。新入生は無料だから。ああ、大丈夫。新入生は無料だから。ええー。でも。ええー。 でも。あ、サマンサ、俺も一万円しかないんだけど、崩せる。あ、サマンサ、俺も一万円しかないんだけど、崩せる。余裕だよ。 余裕だよ。じゃ、お釣り7000円ね。じゃ、お釣り7000円ね。あー、俺、ジョンと一緒に出すから。あー、俺、ジョンと一緒に出すから。 はい、六千円。はい、六千円。オオーーーーケケオーケーオーケー大道芸、秋の味覚フェスティバル。大道芸、 秋の味覚フェスティバル産業セミナー沖縄音楽祭り産業セミナー沖縄音楽祭りサマンサさん 何を調べているんですかサマンサさん、何を調べているんですか駅前の公民館で開かれる今月のイベントについてチェックしているんです。 駅前の公民館で開かれる今月のイベントについてチェックしているんですあああの駅前の公民館ですか。ああ、あのの駅前の公民館ですか。 小さいホールの割には、いろいろな催し物が行われているんですね。小さいホールの割には、いろいろな催し物が行われているんですね。そうなんです。どれも面白そうで。 そうなんです。どれも面白そうで。すべてに参加しようかするまいか迷っているんですけど。すべてに参加しようかするまいか迷っているんですけど。 あ、僕これに行きたいです。沖縄音楽祭り。沖縄の音楽は独特で惹かれるものがあります。 沖縄の音楽は独特で、惹かれるものがあります。ええ、私も。ええ、私も。ありがとうございました。またお越しください。 ありがとうございました。またお越しください。カレー美味しかったね。カレー美味しかったね。うん、うまかったね。んあ,あれ うん、うまかったねんあれどうしよう携帯がないどうしよう携帯がないあ カバンに入れたんじゃないポケットはえカバンに入れたんじゃないポケットはあ、入ってないどうしようどこかで落としたかもしれない ああ、入ってないどうしようどこかで落としたかもしれないもしかしたらレストランで落としたのかももしかしたらレストランで落としたのかも。 ちょっと待っててちょっと待っててどうだったどうだった見つかった 見つかった。よかったどこにあったのよかっった。たどこにあったのトイレに落ちてたみたい店員さんが見つけてくれたんだ本当よかった トイレに落ちてたみたい。店員さんが見つけてくれたんだ。本当よかった。大学を卒業したら何になりたいですか大学を卒業したら何になりたいですか 何をしたいですか何をしたいですか僕はまだはっきりわかりません。僕ははままだはっきりりわかせん。 アメリカの大学ではデザインを勉強していましたが、日本の古い美術に興味があるので、日本に留学しています。アメリカの大学ではデザインを勉強していましたが、日本の古い美術に興味があるので、日本に留学しています。 日本で美術館に行ったり、日本語を勉強したりしています。日本で美術館に行ったり、日本語を勉強したりしています。もしできたら、将来はプロダクトデザイナーになりたいと思っています。 もしできたら、将来はプロダクトデザイナーになりたいと思っています。これから日本やアメリカでもっとデザインを勉強したいです。これから日本やアメリカでもっとデザインを勉強したいです。 なんだか駅前で騒いでいますねなんだか駅前で騒いでいますねええ、人が集まっていますね えひ、えとが集まっていますねどうもじけんがあったようですどうもじけんがあったようですとまれとまれ そこの乗用車、止まりなさい。止まれ、止まれ、そこの乗用車、止まりなさい。ここは危なそうですね。 ここは危なそうですね。泥棒が逃げているようです。泥棒が逃げているようです。ええ、怖そうなので、私たちも逃げましょう。 ええ、怖そうなので、私たちも逃げましょう。今日は全然ついていませんでした。今日は全然ついていませんでした。 のににられました。道を歩いていた時知らない人に足を踏まれました。 道を歩いていたとき知らない人に足を踏まれました新しい靴を汚されたんです。 そのあとコンビニに傘を置いていたら取られてしまいましたそれでもいいこともありました。 それでもいいこともありました。雨の日の割引で映画のチケットが安かったんです。雨の日の割引で映画のチケットが安かったんです。 それはラッキーでしたそれはラッキーでしたあきら元気ないなどうしたあきら 元気ないな。いどうしたあ先輩実は昨日から彼女と喧嘩してるんですあ先輩 実は昨日から彼女と喧嘩してるんです。どうして喧嘩してるのどうして喧嘩してるの 昨日デートしてる時、彼女にちょっと太ったって聞いたんです。昨日デートしてる時、彼女にちょっと太ったって聞いたんです。 そしたら、すごく怒って帰っちゃったんです。そしたら、すごく怒って帰っちゃったんです。それからメールも来なくて。 それからメールも来なくて彼女にそんなこと言っちゃ駄目じゃないか彼女にそんなこと言っちゃ駄目じゃないか 怒らせるつもりはなかったんです怒らせるつもりはなかったんですイーサンさんシェアハウスは見つかりましたか お母さん,さんシェアハウスは見つかりましたか料は安いし食事もあるしそれに大学に近いから引っ越さない方がいいですよ。 量は安いし、食事もあるし、それに、大学に近いから、引っ越さない方がいいですよ。そうなんですが、先輩は食堂やトイレを、 一年生だけに掃除させますそうなんですが先輩は食堂やトイレを一年生だけに掃除させます 食事の準備も片付けもさせます。食事の準備も片付けもさせます。時々コンビニに買い物に行かせます。時々コンビニに買い物に行かせます。 どうして自分でしませんかどうして自分でしませんか <laughs> 年功序列の日本らしいですね。<laughs> 年功序列の日本らしいですね年功序列って何ですか年功序列って何ですか 簡単に言うと、年上の人が偉いっていう意味ですよ。簡単に言うと、年上の人が偉いっていう意味ですよ。 私も早く二年生になりたいです。私も早く二年生になりたいです。ゆいさん、昨日の夜はどうして遅くなったんですか ゆいさん、昨日の夜はどうして遅くなったんですかみんなとても心配しました。みんなとても心配しました。 すみませんすみませイー、e、さんにさん字を教えていました。 先週、毎日勉強したのに、試験の結果が悪くて、E さんががっかりしていたんです。先週、毎日勉強したのに、試験の結果が悪くて、E さんががっかりしていたんです。 来週もう一度試験を受けなければならないので来週もう一度試験を受けなければならないのでそれで気がついたら11時を過ぎていて それで気がついたら十一時を過ぎていて。そうでしたか。そうでしたか。